キューバ親善友の会が発足し、新年度の新しい会員を募集します。写真説明ですが、上段左の列から山崎元副総理にエルナンデス大使を紹介した時の写真です。真ん中は長年の筆者の知己山崎元副総裁に改めてキューバ親善友の会を作る件で打ち合わせをした時の写真です。上段右端は山崎元副大使に副総理に筆者稲村博氏が旧馬大使を小潮大使を紹介した時の写真です。真ん中左、筆者が団長となって、ジャーナリストクラブの会員をキューバ政府観光局の依頼で十数名ハバナにお連れした時の写真です。真ん中はエルナンデスキューバ大使にエアカナダを、日本支社長のエアカナダの社長を紹介した時の写真で、エアカナダのオフィスで日本からキューバへの直行便がないため、トロント乗り換えである現状を往復とも一晩ずつ過ごさないで行けるダイレクト便の開設を依頼した時の写真です。真ん中右端、松島緑時の運輸大臣、現在は前法務大臣に古紙をキューバ大使を紹介した時の写真です。下左は筆者稲村が秘書を務めた IOC7 代目サマランチ会長を訪ねた時、スイスのローザンヌ IOC 本部での写真です。真ん中は筆者稲村の娘夫婦で、左端は主人のご主人旦那のホルヘ・ゴッチ、隣は左から孫娘、筆者の娘、さらに孫娘の長女のリリアーナ、そして長男のマニュエルです。右端三段目は筆者が日本地区特派員を務めているキューバの
国営通信ともいえるグランマ新聞の記事を読んでいるアリチヒノ、キューバ立国の主カストロ総統です。なお写真左上からデイリー霞ヶ関で毎週火曜日取材し記事を載せている石田国交省大臣、真ん中は小池百合子都知事、筆者の30数年来の知己です。下は観光長官、それから下のグランマー通信の写真の下は カストロ総理、その次が筆者と握手しているのグランマー通信の代表取締役専務、同じく専務との写真という次第です。このような筆者とキューバ大使館の親密な間柄からキューバがアメリカとの間に国交を回復した後、かつてのエアカナダに同行したエルナンデス大使がキューバ政府の商工関係の大臣に就任し、エルナンデス大使のお声がかりでキューバ親善友の会を組織しました。今後キューバで行われる特産品や物品、商品、海産物等々の展示会があるときは会員にお知らせし、共にキューバに訪れる予定です。豊富な顧問人の一端をご紹介します。山田北区元副総裁、松島みどり前法務大臣、徳田仁前国務省政務官、特集会医療法人特集会の顧問です。次は故玉木和弘毎日新聞社特別委員、さらに長谷川洋蔵 BS 放送解説委員、お父上は G 通信社の創業者です。また日本経済新聞の編集委員も長谷川氏は歴任しております。その次が川北隆夫前東京新聞論説委員、現某有名私立大学の教授をしておられます。
会長は僭越ながらキューバグランマー通信社日本特派員の筆者稲村が鳴らしていただきますが、早晩企業旅行業者等々などから理事や顧問に就任していただく方と目下お話をしております。下はこのキューバ親善友の会の入会申し込み書です。クリックしてぜひぜひ入会新年度の会員になることをご検討ください。